おはようございます。おはようございます。本日はひえみさんが来たかったエリアトラウトに来ております。はい、とうとううちでも来ましたね。もういつか絶対一回は行ってみたいと思ってて、はいはい、はい、有名なとこやんな。どこですか？はい、こちらです。はしまやりガーデン有名ですね。はい、有名ですねもうあのおじさんがよく釣りしてるとこですね。もうあれで、あれやっちゃう、あれやっちゃうビッグトラウト昨日予行練習やからね昨日は練習でしたね。そう、はい、ってことで、はい、大型トラウトで有名なこちら鹿島槍ガーデンですね。はい、冬季になると雪がすごいっていう、うん、今一番ね、いいシーズンかなというふうに思いますけど、はい、ここには伊藤だったりとか、佐藤さんだったり加藤さんだったり加藤さん斉藤もいるのかな、斉藤さんだったりね、いっぱいいますからね、はいまあ、てことでやっていきましょう、はいはい、本日あいにくの雨ですけど、はい、すごい貧乏アワーズって感じの傘、やばい、はい、恥ずかしいレベル傘ちょっとごめんな、うん、やばいよそれ。なかなかさ、 YouTuber でこの傘使ってる人いないよ、撮影拾ったんですか。ちょっとかっこ悪いなこれかっこ悪いね。パン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 弾け飛んでるから、うん、ということで受付終わってます。はい、行きましょう。行きましょう。楽しみだね。でかいな。釣ろうね。釣るぞ釣るぞ。はい、ポイント到着。見てください、こちらこんな感じですね。いやー、魚がでかい。でかい。あー、ごめんちょっと、うん、ごめん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 、それは俺が悪かったマジで。丘を登ると、あ、誰もいないな。今日ほんとお客さん少ない。でかい、めっちゃでかい魚。とにかく魚でかいですね。これもでけえな。ちょうどここら辺に今浴衣を出していて、向こうが渓流エリアですね。あそこが今コマが出るの一時禁止と。おお、めっちゃでかい、でけえこれ。はい、でこんな感じで、で向こうの彼らは、なんとお友達でしたね。はい、やっていこう。ゆかさん、これでごめん、これでごめん、ゆかごめん、ゆかごめんな、これで。ちょっと本当だよ。申し訳ない。じゃちょっとこれカメラ持って。これ自分濡れてカメラ鳴らさないように頑張らなきゃいけない。はい、じゃあまずね。はい。こちら、まずはバータのウィンガー 3.2 グラム。はい。でラインが6ポンドで、レゾネータスティックの 602XUL。はい、キラキラ系モノノフだっけ。モノノフ、バスデーさんのルアー、はい、ラインは6ポンド。今日バス用のちょっとルアーをつけてます。ルアーじゃ、リール、あ、リール、バス用のバス用のリールをつけてます。大差はないね、そんなね、うん。で、大きなタモ、大きなタモここは高めが大きいので、大きなタモを準備しないとダメということですね。そうですね、釣れるかな。まずは1本、まずは1本からのカメラチェンジで、はい、でここでまず魚をキープ。こちらキープ OK なんですよ、はい、こちらでまず大物を1人1匹ずつキープ。おう、で、あっちの池やべえモンスターいるわ。やばかった、やばい。うわー、早く行きたいね。鯉の池かと思った。あーそんなにめっちゃでかい見るの楽しみだね。当然ここも大きいですけどね。うんヤクもうちょっと前行ける。大きいね。朝一の第1投目が大事だよね。そうですね。水深もあるし、桃生えてるし、これは強いんじゃない。うん、なんか、いいんじゃないかい。うん、初心者の人って伊藤さんかどうかって見分けつくんかな。どうなのかなあ、でも伊藤は圧倒的に違うと思うかな。それかこっちには入ってないのかな。うん、ウィンガー 3.2 グラム、黒。はい、1円玉より大きい、うん、でここは1円玉のサイズよりちっちゃいとダメですから。そうだ、うん、難しいですね。むずい。今が大好きなハフコンディション、ハフコンディション。なんだろう、ちょっとルアーで反応させた方がいいのかな。スプーンじゃないのかな。ミノーか。違う、ミノー。ミノー良さそうだね。ちょっとなんかキラキラとさせて反応させてみましょう。お願いします。あ、反応する、反応する、あ、チェイスする、チェイスする、チェイスする。はい、どんちゃんと交代。
どうですか、やってみて。楽しいんだけど、こんだけ魚うようよおるもんで、はいはい、むずいね。むずいね。むずい。そんな簡単じゃないですよ。ノーチェイスだ。ノーチェイス。よし、ここで夢の一本釣りたいですね。おお、どんちゃん、おお、どんちゃん今、なんか異変が起きましたけど。もうが引っかかるんだよね。もう引っかけようってやっぱされてますよね。違う違う違う、引っかかるのよ、もが。さあ、今のところノーフィッシュでございますよ。ね、追ってる追ってる。ボタン掴みました。お、掴んだ。おー、すごいすごいすごい。あー、ダメ、もう一回。じゃん。あ、いいですね。一本、欲しいでござる、ござる。欲しいでござる。これ意外とさ、この新しいカラーさ、うん、流すだけでいいから、この流れに。いくよ、いくよ、いくよ、流すだけ。おっ、来た、来た。おおお、イエイイエイ。ほら、流しただけ。すごい、ヤク。バレちゃった。バレちゃった。いや、でもすごいね、今。みたいな。いくよ、新色カラーを流すだけ。もうあそこね、渋谷センター街だと思って。もう最新取り入れるからすぐ。今すごかったね。うん、すごかった。めっちゃでかかったな。もっ、あ、ゆうかさんもカラーチェンジですね。来た。おお、よく引く、よく引く。わあ、超引くよ。おめでとうございます。ダブルヒット。はい、あ、すいません、頑張る。ピンク当たってるね。いいサイズ。ピンク。ピンクです。よいしょ。なんかめっちゃ元気よくない？この魚。あ、しかもこれニジマスじゃない。お、これは。ブラウントラウトじゃないか？ブラウンか？ブラウン。丸い、これどうする、ヤク？はい、ゆかさん来ました。おめでとうございます。イエーイ。なのでこれはね、持って帰るということで。うん、キープですね。はい。めっちゃ綺麗な魚。取ってくれるの？この模様がさ、めっちゃ綺麗。ブラウン。はい、OK です。綺麗でーす。じゃあこれ。じゃあ、陸に。陸に入れますね。はい、なんと、ドンちゃんがヒット。大きい大きい。何の？これもブラウントラウトじゃないか？いいサイズよね。お、いいサイズ、いいサイズ。これ、バスデーさんのミノーです。おお。おお。取りたい、取りたい、これは。走る、走る。わ、すごい。おお。引く、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 引く。すごい元気いいね、この魚。本当にいいね。めっちゃ汚い、あの魚体も綺麗。ほら、お、うわ、すげえ綺麗。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。うわ、来ないな。うん、本当に食わないな。マジでマジで食わないな。マジ食わないな、本当に。いやー、ゆうかさん以外釣れないな、ちょっと。やばいね、絵的になんか。はい、今釣り始めて3時間ぐらい。はい、来ましたね。ゆうかさんはね、やっぱコツつかむの早いんで、うん、まあ、すぐパッパッと釣るんですけど、うん、僕とチームさんちょっと今日は本当にね、感覚わからん。わからん、もうヤック君がね、ボソボソね、瞑想中、瞑想中、瞑想中。申し訳ない、申し訳ないってちょっと言いながら言ってるんですけど、うん、まあ、ちょっとね、なんか本来はみんな釣れた方が絵的にいいんだよね、うんうん、ただ、この追っては来るもんね。あ、ね、追っては来るんですよ。そうそうそう、追っては来るんですけど、釣れないですよね。ねえ、むずいね。よし、頑張ろう、ヤックン。二人で一本釣ろう。待って待って。あ、これ、ニジマスじゃないかもよ。あ、これブラウンかも、また。ねえ。あ、これでも。はい。
釣れました。おめでとう。ありがとうございます。ちょっとサイズあれだけどね。気まずい。気まずい。俺も気まずい。もう俺も逆に気まずい。あの空気何かけた瞬間の申し訳ない、やらかした感があるだんだんなんだろう、素直に喜べない。あれなんかよくさあるあるでさ、釣りの番組とかでさ、演者よりもスタッフが釣っちゃうみたいな感じのあるじゃん。はいはい、いける。大きい大きい大きい。あーダメダメダメ、流れが流れが流れが、頑張れ。やったーやったー、よっしゃー。あ、しかも言わない言わない。言わんな。やったね。やったー、よかった。来たね。はい、じゃあ釣れないヤックソさんでも釣れないヤックソをいじってくださいって来たので、釣れないヤックソさん悲しい。釣れないヤックソさんどうですか。いや、釣れないですね。釣れないですか。釣れる気配がないですねおかしいな。でも今スプーンで2人とも釣れてるんで、きっといい感じだと思います。ただ巻き、ただ巻きのチョンです。チョンがそれじゃないですよ、ヤックン。そうっすか。チョンが、チョンが、はい、チョン。あ、こんな、そう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 。あ、すいませんなんかチョンの自覚ないぐらいのチョンだよね。そうなのそうなの。でもスプーンがチョンってなるから、その時に結構食ってくる、ヤックン。ヤックン、とりあえずさ、あの背骨をさちょっと戻そうかいや、食わないなもう何が正解か分かんないからね。うん、もう何が正解か分からん。あ、分からん、うん、俺も。さあ、白色反応するのかな。そう、見て、ここに。あ、やった。やったー。たまる。わわわわわわ、やったやった。一嬉しい。やったー。よかったー。これなんすかね。わかった。わかった。うん。スイッチの入れ方が。お。スイッチ入れた瞬間食うね。うん。なんかわかった気がした。よかった。2食は。気がした2食は。一回じゃお前はわからんって言われそうだから。そんな気がした。こんな感じの笑顔で撮ってもらっていいですか。笑顔はもうヤックンで、ヤックンに任せるんで。笑顔はそう、こんな感じの笑顔はこの本人しか出せないんですよ、残念ながら。笑顔の加減はヤックンだよ。そうそうそう。はい、ではね、ちょっと雨が止んできたんで、隣のリリース池挑戦してみましょうか。はい、行きましょう。もうキープはいいよね。キープはまた後でやりましょう。はい。はい、こちらちょっと移動してきましたね。はい、ここはちょっとね、皆さん太軸使ってくださいね。はい、針はね、細軸はダメですよ。お、アルミの発見。お、来たやん来たやん来たやん。チームさん来たじゃん。すごいすごい、チームさん。チームさん、チームさん来た。ヤクン、カモ。やばいやばい、ゆっくりよゆっくりよ。ナイスー。あー、やばい。あ、見た見た、テリトリー入ったから。テリトリー入った。あー、おめでとうよ、ちいさん。ごめん。ごめんね。なんか、ぬるんっていっちゃった。あまりに力が強かった。うん、これです。やったね、来た来た来た。これどういう風に誘った。物上、物上、ふんふんって感じ。物上やるね。チームさんごめんね。ちょっとあれ、あれちょっと見てください。これでかすぎますよ、これ。これ伊藤さんじゃないですか。あっち佐藤さんもいる。あっち斉藤もいる。でっけえ。何あれ。あれはやばいぞ。何あれ。なんだそれ。怖くなっちゃった。何だこれ。よし、ここでやってみましょう。おし、来た。
たぞ。よし、来た来たよ。ヤクすごい。でかい？ブラウントラウトかな。だよね。色すげえ綺麗。うわ、模様がしっかり出てる。模様めっちゃ綺麗だよ。ほら。あ、外れた。ギリセーフ。綺麗やね。だいぶ。ね、おーおー。やったぜ。どんちゃん、ほい。はい。はい。これは綺麗だね。よくやりました、ヤク。めっちゃ嬉しいわ。ありがとう。ありがとう。ありがとう。やね。取れたかありがとう。ね。おいうわもう一回連れてくれていいからね。お連れてくれていい？頑張るわ。もう一回連れてくれていいからね。なんかね、ちょっとコツ分かったよ。ねえ、待って。え、これ新しくね。あ、でも、クマ、イノシ、イノ、いや、クマ。クマっぽくね、それ。クマっぽくね、でかくね。だって、イノシシそれじゃなくない？イノシシ、なんか、でかいよね、肛門。それって。待って。ケイさんじゃないですか、それ。ここさ、え？え？わりかし新しくない？いや、新しいよ。今あ、でも、あれだよ。雨降ったからもしかしたら、でも今日のじゃない？うん。今日っぽいよ、ね。絶対今日よ。実は、こういうの、渓流エリアみたいな。ここでクマがいるから入っちゃいます。そう、クマ出るからね。あ、ほら、ロープ張ってあるもんね。うん。わーお。うわ、何かしらと思って。よう気づいたね。うん。でも、気づかずに踏んでたら面白かったけど。いや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 。ありゃまあ。イノシシって何食べとるっけ？ああいうさ、畑とか荒らさん？イノシシって。うん。もっとさ、草っぽいよね、多分。クマさんだよね、多分。え、肉食のうんこだよね。こんぐらい。肉食系動物だよね、多分。犬とかさ、こういううんこするもんね。うん。はぁ、あ、怖い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 。あー怖い怖い。夜中来たら大変だ。あー怖い怖い。移動しましょうね。はい。本日は動画ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。いいねコメントいただけたら嬉しいです。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録も教えてください。ベルマークもお願いします。言わないの？おすすめの動画もねこちらありますんでね、よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。言わないじゃん。言う言う。